見える開花メラマガが、こんにちは、一般社団法人開花 GP の村松大輔です。今日のタイトルは、受験スイッチというところですね、うんえー、スイッチ何みたいな感じなんですけれども、えー、実際にですね、どういう勉強をしていくとというか、脳の仕組みを知って、で知った上で、どういう勉強をしていくと、1ヶ月で全然差が出てくるかと、知らないまま勉強してると、とにかく1日ね、5時間勉強しなさいとかっていうので、積み込みでやっても、5時間机の上にですね、机のところに座ってればいいのかと。 いうところなんですが、で脳をいかにこう機能を開いてあげれば、どん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 こう楽しく勉強できるかというところですね。そのところの話に入っていきます。こちらです。受験スイッチというところです。この平日の4時間勉強だと落ちるよと、4等娯楽とかね言われてたんですが、5時間はやらないとという形だったりですね、じゃあこれって、ただ5時間こう机の上に座ってね、ねなんか密度薄く勉強してればいいのかと。で時間の長さではない。 つい23日前も高校3年生の生徒がですね小山先生あの先生に今度のもしで何点だったらお前もう終わりだなんて言われたんですけどなんて言われた時にその終わりって何みたいな思ったんですがで現役生は本当にこの来年の1月2月でぐわーんと伸びていくのでですね、えー、終わりだって言われるともう頭打ちになってしまいますのでですね、えー、いかにこう大丈夫だよ、大丈夫だと最後まで追い,かけつ追いかけ続けるかと。 いうとこで、すねで受験とは戦いだとか、ですねこの最後まで頑張る人が勝ち残るみたいなんだと、本当にこの最後ですね、本当に苦しいと思います。で、これだと、合格決まった後にですね、勉強しなくなってしまう人が多いです、遊び放棄してしまうと、つらかったので。で、なんでかっていうと、脳みそってどういう仕組みかっていうと、嫌なことから逃げます、で、楽しいことを追いかけます。 勉強が楽しければ、わくわくしてればどんどん伸びます。で本当にこうありがたいことにです、ねえー、塾の保護者、お母さんから、えー、メッセージいただきました。数、えー、数日日前前本当最近の話です数日前に いただいた感想です。で、関西からですね、オンラインで参加してくださってる方なんですが、えー、今日も放課後、最後まで残って実習してきたようです。塾で学び始めてから、めっちゃ勉強が楽しいとか考え方とかなるほどって思うことが多いってお母さんに報告してくれてるんですね。本当に楽しそうですっていうふうにお母さんから感想いただいております。で、いやいややるのか、面白い面白いでやるのかでも、とことんこうやり続けるですね。で、彼。 はですね、もうだい,だいぶ年齢上いってるんですけども、開花の卒業生でですね、群馬の山奥、もう赤城山っていう山があるんですが、のすその昭和村があるんですけども、その中腹に住んでる山田凛くんでですね、もう山奥だからとか全く関係なくですね、中学の時から星が大好きで、えー、近くに高山村の天文台があるんですけど、毎週通ってたらしいんですね。で、彼が中学2年生の時に撮った写真をですね、くださったのを開花が、 え使わせてもらってるんですけども、この写真とかですね、中2で撮ったんですよ、これとか、あと、こちらとかで、これセミナーでよく使ってるんですが、これ、りんくんが撮ったやつなんですね。でリくんがですね、今、なんと、今、名古屋大学の大学院の理学研究科、天文物理研究室の、えー、福井康夫先生、名誉教授ですね。で、この先生が何点、な点地理チの教学院、南天っていう天文台を設置されたすごい先生なんですけども、りんくんがそこに入ってですね、 リンク、にしたんですねリンクすごいじゃんとこのよくこの研究室入れたじゃんみたって LINE したらですねなんとびっくりしたんですがってうんですよ高校のときから福井先生のとこ狙ってたって言うんですがす,、ね、すごいなと思ってっていう,こう突き詰めるとかこれやり遂げたいっていう思いがすごくこう開花で育ってくれるんですね。で どういうやり方を開花でやってるのかっていうのもまた後半でお話するんですけども、この、あとですね、もう一人、えー、現在ですね、独協の2年生なんですが、かなちゃんでこの子なんですけども、が、彼女もですね、沼田ではなくて沼田の隣の片品村って村なんですが、で、大学になってもですね、えー、私が東京でセミナーやってるときに結構去年も結構来てくださって、今年もですね、オンラインで参加してくれてるんですけども、え、かなちゃんがですね、この、 つい日曜日かな、この間の。日曜日曜に LINE でやりとりしててですねで。村松先生が高3・中3の受験生用のセミナーの時、もう2年前の話ですね殻を自分で破れないイモムシは腸になってもその先生き延びられないという内容を思い出しましたとでこれから先どんどん成長するには殻を破る必要があってとでそれは早ければ早いほどこの先成長できるってことですねっていうふうに。 かなちゃんが気づいてですねあ、気づいてというかその考え方を高校3年生だと思うんですけどもお話ししたときに覚えててですね、それをこうモットーにこう生きてるんですね。いや、嬉しいなと思ってそれをちゃんと染み込んでくれてるっていうのは、ね、すごくこう嬉しかったですねで。その芋虫の話をちょこっとお話しします。何かっていうと、ザ・変態ですと。変態って何みたいな。 これ知らないとキャー。あなた変態待ち行ってみたいな変態と思うんですが、その変態は後からついた変態でで小学生で実はちょこっと習うんですが、この昆虫が幼虫から蛹になって成虫になるのが完全変態って言うんですね。がと毛虫とかあの蝶々のね。ガト蝶々とか蛾とかトンボとかがカブトムシが完全変態で不完。全変態は？ 雲とかゴキブリとかが小さい時からもずっと雲の形してて、さなぎにならないやつが、ならないやつが不完全変態ですね。で、このですね、これちょっと前半抜かしちゃってるんですけども、いろいろ低迷期間、人間が受験勉強とかスポーツとかでね、低迷期間起こるんだけど、それやめちゃうから突き抜けられないと。で、それをね、ぶっ飛ぶには液体から気体になるとかですね、さなぎを通して蝶々に変化する状態があるんですけども、 もうワクワクを持って望んでいくと、それでコツ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 やり続けると、これシグモイド曲線という話の中の、えー、後半なんですけども、でそのイモ,イモムシの話なんですけども、やってね、イモムシがこう歩いてました、葉っぱの上もし,もしゃ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 食べてですね、おいらは葉っぱの上を自由に動けるぜってこうやってて、お空では蝶々が飛んでて、あの蝶々いいなみたいに見てるけど、でもおいらは一生草の上だみたいな感じでこう過ごしてると。やるとき、口から糸を勝手にこう出し始めて、 固ままってしまう。やばい、動けみたいな感じでしかも、このサナギの中身、皆さんご存知ですかね、これ、ね、サナギの中身がなんと、体溶けとるやんけーみたいに、この体溶かすんですね。で、あのー、知らない人は、このイモムシの足が蝶々の足になって、この胴体に羽が生えてきて、目ん玉は目んま玉のまんまって思っちゃうんですけども、実はですね、ほとんどこれ、液体に溶かすんですよ。 ドロドロにしちゃって、液体のジュースの中の DNA で、こっからこれが足になりなさいとか、背中になりなさいとか、羽になりなさいとか、目ん玉になりなさいとかっていうふうになっていくのは、このさなぎの中身なんですね。で、だん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 こう固まり始めてきました。プチってこう背中が破けてですね、おりゃーってこう蝶々が飛び出ますと。ヒューンと飛びます。いうふうにやってですね、わーい、お皿も飛べたみたいになるんですね。で、 このイモムシ君とかさなぎ君状態はまさか自分が空飛べるとは思ってなくて、でも遺伝子の中にちゃんと組み込ま,組み込まれてるんですね。で、遺伝子、人間の場合、遺伝子2万5000通りの遺伝子があって、で9割方がもうジャンク DNA ってかつては言われてたんですが、もうゴミだって言われてたんですね。で、ほ他の1割がこの目ん玉作るとか、ね、ホルモン作るとか、ね、髪の毛何しなさいとかっていう遺伝子だったって言うんですけども、 この空を飛べる遺伝子をまだ使ってないみたいな感じなんですね、我私たちが。自分たちがすごい天才性を発揮するものを使わなくって、ずっとさなぎでい続けるような感じなんですね。で、このさなぎのところ、ちょっとね、えげつないんですが、これ、溶けてる、ないんですよ、ほら、何もないあの、液体なんですね。で、マジで白い液体で、この状態の時が私たちもうつに陥ったりとか、もうダメかもとか。 あのー、自殺を図るとかいう状況がこの状況、私もこの期間があったんですけども、でその時にもう無理とかって思っちゃうんじゃなくてですね、でだん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 こう固まってきて、ね、プチってなった時に背中でプチ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 、モニャ,ャー、モニーとこう力ずくでこう出るんですが、この時にでさなぎの中でイモムシ君が液体に溶かして、DNA で足とか羽とか触覚を作ります。でプチってやってた時に 私がね、ああ、じゃあなんか辛そうだから、ちょっと大ちゃん助けてあげるよみたいな、ハサミチョキチョキ切って、はい、どうぞってこうやってしまうと、人間が殻を広げてサポートすると、この蝶々は最初の力を使わないので、飛べなくなってしまうと。で、もう、自ら自力で、おりゃーとや,やって、初めて飛べるんですね。で、こうなっていって、ヒュイーンとこう飛びますと。で、これが何かっていうと、あ、ごめんなさい。これが座編 これが変態ですね。変態って言います。で、これ人間というか生徒たちによく言ってるんですが、例えばお父さんが、ああ、よしよしよし、お父さんが助けてあげるからねってこう全部お父さんが代わりにやっちゃいましたと。お前はいいよってこう見てていいよって勉強してるだけでいいよってなっちゃうと、子供がずっとこの15歳、18歳が、これがね35歳でも50歳でもずっと抜けられないんですよ。で、抜ける子は 12歳でも13歳でも抜けてどん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 自分で進みます。でいつ飛ぶかっていうのは年齢関係ないですで。飛ばない人は本当に50、70になっても人のせいにし、社会のせいにし、えーねあの、病院行っても看護師さんのせいにして文句言ってという人もいらっしゃいます。で本当にこういつでもこう飛べるんですね。である意味、さなぎの期間の時が一番こうどうなっちゃうか分からないんですが。 抜けると本当に俯瞰できてですね、えー、楽にこう行きますという時ありますというようなお話を子供たちにしています。で、生徒たちがこうやってどん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 大学行ってですね、活躍を見せております。人間の機能、そして、よいしょ、あ、ゼロ、ごめんなさいね。人間の機能、そして、このゼロポイントフィールド側ですね、それをですね、本当にこの、 うまく使ってあげると、そうすると自立した素晴らしい人生を子どもたちとか大人の方々も歩んでいきます。これは年齢関係なくですね大人の方も35で開く人もいるし50で開く人もいらっしゃいますし本当にこの、まあ、カーナイル・サンダース、えー、ケンタッキーのおじさんは69歳からケンタッキー初めてですねそこからこう開いていったみたいな感じもありますね。で 実は7月12日日曜日、毎年ですね、生徒たちにやってるんですけども、受験セミナー、このようなお話をですね、3時間、ダーッとやっていきます。で、ぶっ飛んだ領域に入るコツっていうのを、今回はオンライン、ズームを通してですね、世界にこう配信できるように対応させていただきます。午後1時から4時まで。で、中高生対象にお話しします。で、中学校受験をしたい6年生、5年生の方には、 無形の言葉は使わないですが、聞いていて面白いなという話にはなると思います。で、えー、実際にですね、えーと、こちらは英語の偏差値が84.9までいったりとかですね、あと、この子は、えー、と理科の合計がない偏差値83で、学校内の偏差値が103.9とか、他も78とか79とか、全国検査ですね。で、この子はお茶の水に行ったんですね。あとですね、東大模試で物理が60点中の50点。 可愛いの模試ですね。で、東大で13位。で、とかですね。あと、英語が77点とかですね。あと、こちらが可愛いの記述模試で200点満点中200点。英語の偏差値が79.7。で、東大がですね、23位、2次がですね。だったり、理算が7位とかですね。あと、あですね。で、セミナーのテーマなんですが、傍却曲線とかシグモイド曲線あるときぶっ飛びます。さっきの蝶々の話がシグモイド曲線。で、人間スイッチ。 えー、脳の開くスイッチがありますよ。緊張しない人の特徴。夢の現実化。量子脳。時間密度を濃くする方法。集中が高まる秘訣。脳のニューロン。微差力で全然変わる。合格のパラレルワールド。のようなお話をですね。3時間ダーンとかやっていきます。で、その後、1ヶ月な夏休みですね。すごく過ごすのと、これなくって1ヶ月夏休み過ごすのでは、ものすごく変わると思います。っていうふうに生徒たちに言っています。で、 で、行けるよ、大丈夫だ行けるよって、最後ガーッと伸びるからねっていうふうに言ってます。えっ、ー、と、こちらですね。1時から4時までズームで、1人で聞いても、兄弟2人で聞いても、家族5人で聞いても、1アカウント7700円で提供させていただきます。しかも、えー、動画のプレゼントもですね、終了後、そのズームで撮った動画をですね、えー、送らせていただきます。で しかも早割りがですね、6600円が、えー、6月25日1週間後ぐらいですね、えー、までですねで、3時間みっちり深く深く入っていきます。で、お申し込みがですね、こちら、あとは会花のホームページからセミナーというところからですね、えー、入っていただければと思います。ぜひですね、この何がやりたいかというと、可能性、子供たちの可能性を開いていってもらいたいんですね。で、13歳、14歳、15歳、17歳で、 気づいて30歳、40歳になるのと、なんか詰め込み詰め込みで勉強して、あ、受かった、おっしゃ、パチンコとかってなっちゃうと、本当にもったいないし、で社会人になるときに、就職活動したときに、本御社の志望目的はみたいにこう口では言うんですが、あのー、<laughs> 中身すかすかだとこう人事に分かるんですね、あのー、この子、濃い子だなとか、薄い子だなっていうのは、すごく人事の採用の人には分かります。でその部分を4年間、どう濃く過ごすのか、薄く過ごすのかで変わってくる。 その意識づけがですね、高校のうち、中学のうちからついていれば、ものすごくこう、日本を動かす人物になっていくと思います。えー、そんな思いでですね、セミナーをさせていただいております。ぜひ、お申し込みいただければ、えー、ガン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 こうね熱い思いでですね、大人の方々に話しするよりも、私、中高生に話しする方がね、ぐわーっとこう、もっと入、はい、もっと入るっていうのは変ですけど、しみじみ入るのか、熱く入るのか、燃えるように入るのかですね、えー、いう形です。 え、いうことで、ぜひご参加いただければと思います。では、今日も、えー、それでですね、最高素晴らしい夏休みをですね、過ごしていきたいと思います。では、最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら